リハーサルを重ねれば重ねるほど役者が消費しすぎちゃって、止めどころと止め押どしどころ。ころ、そうそう、止めどころ押しど止こめろっどていうのころ。が やっぱり難しくいて、や、でも絶対に見れないんですよね、それはね。そう。藤谷さん、この間までサンダンスインスティテュートに行かれてたんですよね。はい、サンダンスのディレクターズラブに参加していました。ラブっていうのは LAB で研究所って意味ですね。そうか、日本語だとラボって言うんですよね、多ラ分。ボですね、ラボです。皆さんにはサンダンス映画祭というインディペンデントの、映画祭が知られてるんですけれども、サンダンスインスティテュート、サンダンス研究所というのがありまして、まあ、若い映画監督とかを育てるための、なんていうの、学校みたいなところですね。行ってみると、全然こう自分の思ってたものと違うなっていうのがすごいあって、どうでした？一番最初に言いたいのは、ロバート・レッドフォードさんに対する尊敬の気持ちが非常に強くなりました。映画祭やるだけにとどまらず、やっぱりじゃあ本当にそこに何があるのか、何のためにこの人はこれをやったのかっていうのが見えてきて、でちょうどね、今年で40年目なんですって。すごいですね。1980年代の初めからずっとやってますよね。結構すごい監督たちを出してるんですよね。タランティーノとか、ポール・トーマス・アンダーソンとか、もうそれだけですごくないですか。現場に行くと、ポスターが貼ってるんですけど、これもそうだったのっていうのが結構あって、で、最近で言うと、だから、この間ね、一緒にアメチューブでお話しさせていただいた、アフターサンもそうですし、エブリシング・エブリエア・オール・アット・ワンスの監督たちの一作目の、スイス・アーミー・マンもそうですし、ただ、じゃあ何がすごいって、ディレクターズ・ラブに入るには、まずライターズ・ラブに入らなきゃいけないんです。で、ライターズ・ラブっていうのはもう本当に世界中から何千人、1万人の人たちがアプライして、でそこからすごい少人数が選抜されて、でそのライターズ・ラブの中でまず選ばれた人たちが自分たちの書いた脚本を持ってきて、みんなでああだこうだと2週間かけて練り上げるわけですよ。でその先生たちもやっぱり脚本家として結構名のある人たちが先生として入ってたりとかするんですけど、それが終わって、その中からまた8人だけ選ばれた人がディレクターズ・ラボに行けるわけです。そこで自分が書いたシナリオを実際に撮影する、まあ、技術というか、それを教わるわけですね、プロの演出家の人たちから。たくさんいい映画学校ってあると思うんですけど、世の中に。サンダンスは誰もお金をもらわない、誰もお金を支払わない。だから参加する方もお金を払わないし、だから映画学校に行くのに払うわけとはちょっと違うわけですよね。そこに選ばれた先生たちとか参加してる人たちもお金は発生しないんです。あ、そうで、なんですなんか。か飛行機代とか泊まるところとか食事代とかはかからないんですね。で、このサンダンスにあるもうすごい大自然の中にキャンプ場みたいにしてみんなで泊まるんですけど、結構有名な監督とか先生として来てて、もうみんなで一緒のとこでご飯食べて2週間から1ヶ月過ごすわけですけど、で私は今回その監督8人の中の1人の監督のプロジェクトの中でキャスティングされたわけです。で、役それ者とは、して行ったわけです。監督以外はみんなプロとして、みんなプロ。ご飯食べていってる人たちが多いんです。カメラマンとか AD さんとか、結構みんな編集マンとかも来て一緒そにれやみんるわなけ。もうすでに働いてるプロの人たちなんですね。そこがすごい面白いところで、映画学校に行くとみんな生徒同士で映画を作ることに学びがあるわけですよね。でもこのサンダースラボに来ると、実際にプロたちと一緒にシーンを作って、で編集して音入れて、でスクリーニングもするんですよ。でスクリーニングルームっていうのがあって、で映画館があるんですけど、でそこでみんなで見るわけです、その8人の監督たちの撮ったものを。キャスティングディレクターの人が藤谷さんを、キャスティングしたんですね。声がかかってオーディションして、で選ばれてっていうことですね。で結構他にも有名な役者さんとか、ちょっとまあ言えないんですけどいらっしゃったりとかして、私もあこんな人来てるんだみたいなのもあって、でも同時に
演技したことないような人も選ばれたりとかして、はい、エド・ハリスさんが私は特に先生として現場にずっといらっしゃったんですけど、先生はエド・ハリスさんだったんですね。そうなんです。先生もでも12人ぐらい、はい、結構いろんなすごい方たちがいらっしゃるんですけど、はいはい、エド・ハリスさんはどうでした？あの映画だと怖い役しかやらないですけど。いや優しかったですよ。必要最低限のことしか話されないですけど、はい、小道具がちょっと足りないってなった時にリハーサル中に、はい、ちょっと自分の車からなんかこれじゃあこれ使ったらいいよって持ってきたんで、はい、と思ってエドって私呼び捨てにしてエドっつってこの辺に家あんの？なんで車あるの？って聞いたら、あ、ね、家ないよって言うから、え、ロスから運転してきたのって聞いたら、そうだよとか言うから、ちょっと待って、ね、何時間かかったのって、12時間ぐらい運転してきたらしくて、すごいですねそれ。このラボに、はい、あのいいよっていう人たちっていうのは多分本当に映画が、はい、芸術が好きな人たちしか来ないんだなっていう、その純粋なエネルギーしか漂ってなくて、歴史をこう見てみると、はいはい、どれだけこうアメリカンシネマが、はい、このサンダンスラボから出てるかっていうのをちょっと振り返ってみると、やっぱりちょっとどれだけこの映画作りっていうことに対して貢献してるかっていうのを考えさせられるなと思って、はい、でもレッドフォードさんはソークインスティチュートにもすごいお金を寄付してるんです。はい、あのまあ研究、うん、医学の研究所ですけどもね、はい、だからなんかやっぱりその未来をすごく見てる方なんだろうなと思います。レトードさんはいらっしゃいました？あのね、やっぱパンデミック以来いらっしゃってないらしいですね。あ、そうなんですか、うん、なんか本当に一日中忙しいですよ。だから朝から本当にスタッフミーティングで監督は、はい、もうとにかく学びでリハーサルずっと一日中やった後、はいはい、夜はスクリーニングって言って先生として来てる人の中のデビュー作とかをみんなで見て、その後 Q&A とかでみんなメモしながら聞いてたりとか、はいはい、それに参加できただけで、どうやって撮ったんですかみたいな、そう質問もどんどんしてよくて、はい、この空間にいる人たちはみんな一緒に座ってご飯も食べれるし、みんな一緒に学べるから、はい、あのどんな質問してもいいし、どんな話しかけてきてもいいし、失礼とかもないしっていう空間でしたね、はい、だからドライバーの人たちとかも監督いつかなりたいなと思っても、はい、ディレクターズラブに入れなかった人たちだったりするので、そうなんですか、その合間合間にセットに来て、はい、あの勉強してたりとかしてましたね。あ、すごいな。それは撮ったものの内容については言えないんですよね。言えないんですが、ただ、うん、それもやっぱり含めて感覚としてあるのは、それが絶対に表に出ないという安心感。ああ、うん、はい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 。だからここは安全な場所で練習して勉強する場所なんだ、うん、はい、だけどこれは外に出ませんよっていう約束事がずあるというか。そこでは何シーンぐらい撮るんですか、一人の監督は？合計4シーンです。4シーン撮るのが課題と。はい、そうです。最初の2シーンをまず脚本練ってリハーサルして撮ります、はい、編集室行きます、スクリーニングします、はい、それで1回、はい、でその、うん、そこから何か学んだかなっていう、いろいろまた練り直してまた話し合いして、いろんな先生たちと話しながら、はい、次の2シーンのリハーサルに行くわけです、はい、でもう撮影もでも本当にはスクリプターでいるじゃないですか、はい、でやっぱりインディーだけやってきた人ってスクリプターなしで撮ることが多いんですけど、はいはいはい、スクリプターさんもつくんでプロの、はいはい、もうね、監督さんのほとんどがもうちょっとスクリプターさんとどう接していいかわからないっていう人が結構いて、インディーズから上がってくると、うん、あのスクリプターの人はいないですよね大抵ね、うん、結構監督さんとかは言ってましたね後半、もう本当ごめんね、どうやって接していいか分かんなくて、ちょっと最初目合わせなくてごめんねとかって監督がスクリプターの人に言ってたりとかしてこういうあのディレクターズラボに来てる方って、短編2本撮ったことある、はい、で家族と友達と撮ったとかいう方が多いの で、ね、まずリハーサルの段階でそれを勉強するんですけど、だからエド・ハリスさんなんか監督やったこともあるけど、はい、役者さんっていう点ではすごく最高の先生で、そうですね、エド・ハリスさんもともと舞台俳優でしたからね、リハーサルを重ねれば重ねるほどいいと思う方の方が多いと思うんですけど、はい、長くやったことがない場合、はい、やっぱりあんまり何回も繰り返し同じシーンだけやっちゃうと役者が消費しすぎちゃって、そうね、
っていうのが、はい、あるんですけど、そこの止めどころと押しどころ、そうそう、止めどころ押しどころっていうのがやっぱり難しくて、ちょっとやりすぎかなって思って始めてきたところで、はい、エド・ハリスさんがちょうど言いましたね、監督に、そろそろちょっとうん、芝居させないようにした方がいいと思う。あ、うん、疲れてきちゃうしね。そうそう、明日にとっておけ。あ、もうやっぱやってみないと勉強にならないんでね、わからないんですよね、うん、いや面白かったですか、やっぱり本当にね、うん、楽しかったです。いやでも絶対に見れないんですよね、それはね。そう、どんな監督でした、ついた人は。女性です、若くて。あ、本当に、うん、具体的に言えないと思いますけど、どんな感じですか、曖昧に。子供さんがねできたばっかりなのにね、ラボにいらしてて、へえ、なので私もうそういう話もちょっとできたりとかして、白人の方じゃないので、あ、はいはいはい、そういうのも含めて、うん、今までのやっぱり歴史を見ると、やっぱりラボから出てきた人もやっぱり女性は比較的少なかったりとか、はい、やっぱ白人の男性が多かったりとかしたのが変わってきたのかなっていうラボでもありました。何年かしたら、まあ、その人の作品が見れるんでしょうね。そう、これも言い忘れてましたけど、やっぱこのサンダンスのすごいところは、はい、ライターズラボから入ってディレクターズラボやって、ここまでやって、はい終わり、あなたじゃあこの荒波に揉まれてきなさいって、あとはあなた次第だよじゃなくて、はい、その後インベスター、お金を出す人たちに会えるきっかけも、はい、イベントとして、はいはい、ちゃんと設けてくれるらしくて、それはすごいですね。ちゃんと本当に育てようとしてるっていうのが分かるですね。そこまで面倒見てくれるとかはちょっと他と違うってとこですね。そうですね。 あとインベスター側もこれだけたくさんの人たちの中から選ばれた8人だからっていうのも、もう前提としてあるわけじゃないですか、はい、そっかそっか、すでにもう かなりすごい人なんだってことが、うん、そう、絶対、はいはい、才能あるんでしょ、この8人っていうところから始まるわけですから。あ、はい、それすごいですね、うん、じゃあその監督が、デビューしたら、実はこの人 のプロトタイプ撮るときにサンダンスで手伝ったんですよって教えてください。いずれこの番組でね、あの人でしたって言えるように、ね、はい、なるといいですけどね、はいはい、楽しみにしてます、うん。